やあ、せつのきゅうすけだよ。今回も箱庭の歌やっていきたいと思います。パート9になります。青春9ですよ。もう甲子園ですよ。飽きました。オッケー。ってちょっと待ってね。ちょっとこうずらしとくね。コメントが見にくかった。ニコ生のページが見にくくてね。コメントが見にくかった。今の来ましたってコメントやってさ、他の部分しか見てなかった。前回のあらすじ。前回のあらすじ。ちょっと、涼介は気になって2回目学校、夜の学校に2回目行きました。するとまた小鳥さんがいました。そして、そこで見ましたよ。黒い影をね。前作を見てくださった方はこの黒い影の正体がわかると思います。立ち止まった小鳥さんは真剣な顔で上下左右へと視線を配った。何だったのあれ。質問しながら僕は夜の校舎に現れるお化けの噂を思い出す。何でもない。嘘つけ。何でもないことあるか。絶対なんかあるやろお前。ウォース待ってました。ありがとうございます。涼介は何も見てない。気のせい。気のせいなんかな。目こすってみようかな。私、俺、両目とも視力 1.5 あるんやけどな。そんなわけないだろ。大きな声出してダメ。見つけられなくなっちゃう。見つけようとしとんでないか、お前。何か見つけられなくなっちゃうじゃん、お前。見つけようとしとんでないか、お前。でも今の発言で何かがいたことを認めたことになる。その通りやで。綺麗にボロ出した。そしてその正体を小鳥さんが知っているということも。もしかしてさっきのが敵。ああもうバレたって顔しとる。バレたって顔しとるよこれ。小鳥ちゃん顔に出すぎだよ。君もしかしてババ抜きとか弱いタイプじゃないかな。ババ取られた瞬間、ババ引いた瞬間すっごい顔するタイプだろう。違う。敵なんていない。どうやら思った通りのようだ。もう見ちゃったんだ。敵っていうものの存在も知っちゃってる。まあ、ポーカーもそうやけど、ババ抜きでもいいや。どっちでもいいや。ババ抜きの方がちょっと、ラブライブ見てくださった人わかると思うけど、ババ抜きの方が顔出やすいタイプってわかるじゃないですか。まあ、ラブライブ見たことないんやけどね、俺。そんなこと、噂があるってだけ。これ以上隠す必要ないだろ。ダメ。教えてもらわなきゃ逆に気になって、これからも毎日ここに来るってことになるよ。もうなんかすごい手慣れたな。涼介手慣れとんな。どっちの方が都合悪い？小鳥さんはしばらく黙り込んで悩んでいた。そしてしばらく経ってから。わかった。おお、ようやく教える気になったか、この小鳥野郎め。小鳥野郎、女の子にやろうって言ってた。ようやくそう言って話を始めた。私が探しているのは敵。敵は倒さなくちゃいけなくて、敵を倒せるのは私だけ。これは前作でも見たことあるんよね。俺は目を覚まして記憶がない私にイーナはそう説明した。それで？それだけ。マジかよ。もっと詳しいことは知らないの？そんな情報しか教えられてないの？小鳥さんはいつも通りにこくりとうだんす。いやいや。小鳥さんの家族は何て言ってるの？家族はいない。え、ごめんな、ごめんな、小鳥ちゃん。ちょっと、痛いところついてしまったわ。家庭環境に、複雑な家庭なのに、そういうことを話したらあかんな。うん。エイナとか組織の人たちを暮らしてるから。そうだったんだ。ごめん。なんで謝るの？いや、だって、墓地だもん。小鳥さんは少しも気にしてる様子はなかった。それにしても敵だとか組織だとかいろんな単語が出てきたが、結局何もわからないままだ。そうなんだよね。
こんなに何もわからないままで小鳥さんはいいの？納得してるの？別に構わない。そのくらいしかやることなんてないから。そんな、それに私が敵を倒さないと人が死ぬ。え、人死んじゃうの？私が戦わないと人が死ぬなら私は戦うだけ、それだけ。もう使命のたままに、愛がのままに、我がままに、僕は君だけを傷つけないの状態や。優しいんだね小鳥さん。人が死ぬ、その一言で僕は何も言えなくなっていた。こんなにも何も言えなくなっていた。ソウルメイトの力で。何の歌やねん今の。もう今日は多分出ない。そう言って小鳥さんは歩き出す。僕は黙ってその後ろに続いた。敵ですか。たくお前は言うことを聞かないやつだな。ちょっとそれぐらい怒っとう気がしたけんこんな声出した。校舎から出るとイーナさんが僕たちを待っていた。お前も喋るなって言っただろ。だってりょうすけがめっちゃ聞いてくるんやもんって顔ちょべりば。まあ侵入者が来ないようにちゃんと監視しなかったこっちのせいでもあるっちゃあるけどな。そう言って、イナさんは頭をかく、かくけ、かくなんこれ。わからんけど、まあいいや。だってさ、予算が少なくて、人員のアサインもできないんだから、しょうがないんじゃな。人員の確保ぐらいしろよ、お前。予算少ないんかよ。国家的には、優先順位低いんか、これ。敵を倒すのに、優先順位低いんか。細いので胸でかいな、この子。俺も思っとったよな。社会人でイーナレンジって言うて、まあ、前作があってね、箱根用の歌ってね、牢獄の庭っていうゲームがあって、それの主人公だった女の子です。今はもう社会人ですけど、胸大きいね。もう多分 G ぐらいあると思う。胸目いくもん。顔より胸目いくもん、これ。言っちゃったら。そんなことを僕に言われても、大体お前が来なきゃ、こんな面倒ごとにならんつう話よ。ならんつう話よって口悪。イリナ、前作でのイリナこんな性格ちゃうけんな、みんな。いいえ、前作のイリナってどっちかっておしとか、おとなしくておしとか、おしとやかやけん。おしとやかって言えんよ。何回感動のおしとやかに。すいません。まあいいわ。とりあえず今日は帰んな。落ち着いたらもうちょっとだけ詳しく話してやる。はあ。それにしてもさすがは P ショック後に生まれた子供か。 P ショックって何？これは俺も知らんけど前作出てきてないな。 P ショック、アリが見えるなんてな。 P ショックね。パパの料理まずくてショックの略。胸でかい羨ましいか。あーそうやな、この胸羨ましいな。男の俺が言ったとしょうがないけどね。いや気にするな、ほら帰った帰った。はい帰る。ってもう男の俺が言うだけって感じになったんじゃないか。誤解しないでね、俺は男やし自分で胸があったってしょうがないって思ってくれな。7月14日月曜日平日だ。もう休日だったけど、もう疲れた休日だったような気がするね。昨日朝起きると携帯に知らないアドレスからメールが届いていた。開いてみると送り主がイーナさんであるとわかる。なんで知っとん。なんでイーナさん俺のメアド知っとんのお前。女でーす、胸でかい。もう胸の話やめよ。もうイーナさん消えたんやけどさ、イーナさん消えたんじゃ、もうパイオツイーナさん消えたんやけどさ。イーナっていうかパイナさんにしとこうか。パイナさんに、おっぱいなさんね。下ネタトークになってきてる。牢獄の庭って青春、牢獄の庭じゃないわ、箱庭の歌って青春期やけん、爽やかでいこう、爽やかに。メールの本文に彼女の名前があったからだ。どんどんめちゃくちゃもうやめようとか、めちゃくちゃ胸の話発展してきるんで、もういいよ、もうゲームの内容に集中してね。指定された場所まで来いと。
メールには書いてある。ナンパだ、ナンパだ、デートに誘われた。イーナさんにデートに誘われた。メール、メールで、どっからメールのアドレス知ったかは分からんけど、小鳥さんに聞いたかな。小鳥さんのことについて詳しく教えてくれるということだった。みんなやばいよ、おっぱいのよ。イーナさんまだ出てくるよ、みんな気をつけろ。メールに書かれた場所までやってくると、車も背もたれにしているイーナさんがそこで待っていた。出たー、おっぱい。もうおっぱいばっか言ってる。俺いつもおっぱいとか言わんのに。CS さん並みに、もう、ね、他の実況者さんの名前言ったらあかんと思うけどさ、もう知り合いやけん言うよ。CS さん並みに、CL さん並みにおっぱいって言おうよ。おう、こっちだ。おはようございます。歩み夜。あ、ところで平日やけど行けるんこれ。一人に聞かれていい話じゃないから、とりあえず乗れ。平日なんですけど、イリナさん。学校行かないといけないんですけど、ね、夕方でいいじゃないですか。夕方にしてもらえませんか。これ絶対デートや。これデートや。デートや、これ。デートっぽくなってきた。なんかデートっぽくなってきたよ。りょうすけ14か15でさ、イリナさん社会人ぞ。年の草婚が起こるぞ、これ。てか、りょうすけ、この目線危ないんじゃないの。胸に目行くなよ、お前。買おうぞ、お前。今、顔やけん行けるよ。胸行くなよ。車に乗り込む。さて、何から話したものか。そう言いながら、イーナさんはカバンからノートパソコンを取り出した。しばらく黙ったまま、カチカチと操作を続ける。ちょっとこれ、見てみろ。なんこれ。日本の自殺率推移。ノートパソコンに映し出されたのはグラフだった。1995年、6年、7年、8年。98年からいきなりポーンって上がったよ、みたいな。いや、言うほどポーンでもないけど、1万人ぐらい増えとんで。ポーンでないか、これ。ポーンやな、これ。イーナさんの胸がポーン、あ、言っちゃった。イーナさんの胸ポーンと言っちゃった。ごめんね、皆さん。何ですか、これ。年間自殺者数だ。は？日本の年間の自殺者数だよ。自殺者数って言いにくいね。なんでそんなものをと言いつつグラフに注目する。少しの間眺めていると、あれ？と思わせるところがあった。これ。うん、そうだな。ある土地を境に自殺者数、噛むわ。自殺し、飛ばすは急増している。あかん、噛むわこれ。ここね、景気が悪くなって会社が倒産、リスラに就職氷河期、妙、噛んでする今日。あかん、ちょっと飲み物飲みますね。本当じゃ、率ってなったわけで、これ自殺者数やな、これ数なのになんで率って。おかしいなこれ、確かに。だけどそういったファクターから試算を出してもだな、自殺する人間の増え方は異常だった。景気が悪くなった理由だけじゃないなって話か。自殺者数だけでない、精神を病んで病院へと足場を運ぶ患者も激増した。俺可愛い言われた。可愛い言われちゃった。じゃあちょっと聞くけどさ、小鳥ちゃんとどっちが可愛い？俺、小鳥ちゃんとどっちが可愛いかな。アンケート取れるなら取りたいぐらい。景気悪化以外に明らかに何かの他の原因が存在している。国はそう判断した。その何らかの要因を私たちは P ショックと呼んでいる。あ、さっき言ったやつじゃ。P ショック。パパの料理がまずすぎてショックの略やね。P ショックの謎を究明するために、私たちの組織 RCH は作られたってわけだ。RCH。ロリコンちゃんと保護法。ロリコンをちゃんと保護しようみたいな。
ロリコン保護したらあかん。ロリオの方を、ロリオの女の子をちゃんと保護しようの略かな。RCH。っていうかさ、今見たけどさ、俺2票、小鳥ちゃん1票入っとんやけど、小鳥ちゃんに勝ってしもうた、俺。勝っちゃった。勝っちゃいけないところで勝っちゃったよ。そんでもって調べていくうちに敵を見つけるに至った。まあ私を含め一般人には見ることができないんだけどな。え？とはいえお前にも見えたっていうのは別に特殊な例じゃない。 B ショックの後に生まれた子供には敵を認識できるやつもちらほらいる。そうなんだ。学校でお化けが噂になっていたというのは、つまり僕たち以外にも敵を目撃した人がいるということだろう。なるほどな。敵をお化けだと思ったんだ。なあ、敵もお化け、お化けやけどな、あれ。お化けと思ったやつがお化けやけどな、あれ。でだ、敵が自殺の大きな要因になっていることを知り、その敵を視認し、排除することができる超能力者を見つけて戦わせていたってわけだ。それが、小鳥さん？そうだ。小鳥さんどんな超能力使うんだろうね。もしかして指から電気放つとか、でコインをポンって飛ばすとか。すごいな、学園都市にいそうやな。そんなに難しいことを言われたわけじゃない。だからあまり混乱はしていなかった。その通りです。そうなんですよ、視聴者さん、超電磁砲ですよ。レールガンってやつですね。実際に昨日敵を見たのは大きいかもしれない。そうじゃなかったらこんな話信じられなかった。危なくないんですか？まあそれほど大きな危険はなかったよ。1ヶ月前まではな。え？その言葉でいろいろつながってくる。もしかして小鳥さんの記憶喪失って。ああ、敵が原因だ。1ヶ月前、この何やったっけ、サイター島じゃ、局地的な P ショックが発生した。パパの料理がまずすぎてショックやな。パパの料理がまずすぎてショック。サイター島のパパって結構料理下手な人が多いんだな。P ショックにより現れた敵を倒すため私たちはこの島にやってきた。なるほど。だから前作と今作の舞台が違うわけね。そして敵との交戦中、小鳥は敵との接触により意識と記憶を失ったってわけだ。実はこの記憶を、敵との接触により意識と記憶を失ったっていうシーンはね、前作のラストにあるんですよ。だから俺の再生リストから飛んで、ロークの庭見てください。これのこの今やっている箱庭の歌の前作になっておりますんで見てください。おっぱいでかいイーナさんのが主人公になっております。よろしくです。おっぱいでかいってまた言っちゃった。危なくないのかと質問するのがバカみたいだった。あ、 YouTube です、 YouTube です。俺 YouTuber なんで。何かと戦っていて危なくないはずがないのだ。記憶を失うぐらいの怪我をしたっていうのにまだ戦わせるんですか。仕方ないだろ、ことにしかできないことだ。仕方のないのはわかる。わかるけど、まあお前が何を言いたいのかはわかる。私たちだって変われるもんなら変わってやりたいさ。でもそればっかりはどうしようもないんだよ。あいつが戦わなきゃこの島は大変なことになる。お前の家族や友達、お前自身だって死ぬことになるかもしれない。どっちがいいかなんてお前に聞くのは酷だろ。だから聞かない。だからお前も何も言うな。辛い現実です、凌介。そんなこと言わなくてもきっと何も言えなかった。ただ黙っているだけの自分が情けなくなる。一つだけ聞いてもいいですか。ああ、小鳥さんは記憶を失う前は笑ってましたか。笑ってなかったと思うけど俺。記憶を失っていろいろと変わってしまったところはある。前はもっと普通の女の子だったような気はするな。その後、イーナさんは小声で、あれを普通と言うかどうかとつぶやき、あんま普通じゃないな。ちょっと天然的な意味で普通じゃないよな。
ちょっと頭のネジが一本ぐらい外れとんかなってぐらいちょっと天然なところあるな、あの子は。とつぶやき、発言を打ち消すように、今は違う人間のようだ。まるで何も知らない生まれたての子供のようにさえ思えてしまう。確かにな、恐怖すら感じてなかった。何も情報がなかったっていう言いだけのようだと続けた。そうですか。記憶と一緒に笑顔まで失って、それでも小鳥さんは戦うことを強いられている。彼女に戦いをやめさせることは僕にはできないことだろう。ならせめて笑顔を取り戻してあげることぐらいはしたかった。涼介、絶対お前恋しとるだろう。小鳥ちゃんに恋しとるだろう、お前。だったらイーナさんのナンパとかもうはねのけてさ、今すぐ小鳥さんに会いに行ってあげてな。イーナさん肩こりする原因の頭の大きさとちょっと持ってみて。イーナさん肩こりする原因の頭の大きさと胸の大きさの両方を備えているね。それ言い過ぎやろ。頭確かにどっちかってでかいかもしれんけどね。どっちかって言ったらでかいかもしれんけど。笑うこともできずにただ戦うために生き続けるなんて辛すぎるから。でもきっと小鳥さんは辛いって気持ちを抱かないんだろうな。辛いのは僕なんだ。ただ見ているだけで何もできない僕の方なんだ。いや、ちゃんと学校来たわ。ちゃんと学校はあるんじゃこれ。うん、朝早くって感じだったんやな今のは。おう、来たか。珍しいな、こんなにギリギリなんて。イーナさんと別れ、学校に着いたのはホームルームが始まる3分前だった。危ない危ない、カップ麺作れる時間しかなかった。なんかその例えおかしいな。ちょっと寝坊しちゃって。大丈夫か、浮かない顔に見えるが。何でもないよ、大丈夫。前の方に視線を向ける。今日も小鳥さんは未放生のまま黙って席に着いていた。まあいつも通りです。あんな話を聞いた後だといつもと同じ顔でも誓って見えてしまう。おお、熱のこもった眼差しを向けておりますな。黙れお前。黙れお前、小鳥ちゃんとはそんな仲じゃないわ。好きやけど、好きやけど、わあ、夏雪。そんなにじっと見つめて何を考えていたのかな。そりゃもう小鳥ちゃんとチュッチュラブラブしたいってこと嘘です。ごめんなさい。違うって、見つめてなんて。ふむふむ、本当にそういうんじゃないから。ちょっと水飲もう。ちょっと水飲もう。1時間目の授業が終わり、休み時間になる。やっと一つ終わったぜ。まだ先は長いわね。お前らちょっと登山の1号目まで来た人みたいな格好になったんぞお前。授業1時間だけだろ。1時間終わっただけやぞお前。ラブラブやな。まあだから今週が終わればこっちももんだ。そうね、私たちのターンね。言うけどなお前ら、今週も終わればって言うけど、月曜ぞお前、月曜ぞお前。学生が絶望するんぞ今の時期は。早く来い来い、夏休み。お前ら仲いいな。この前さ、文字で戦った2人とは思えんぞ。文字でしのぎを削った2人とは思えん。うるさいな。その通りじゃ、いつものことじゃ。それより涼介、ちゃんと覚えてるでしょうね。何を。今日の放課後体育館で斉田さんの説明会があること。ああ、そういえばそうだね。夏雪もちゃんと来なさいよ。めんどくせえな。
そういうめんどくさいことをやって人間大人になっていくのよ。その通りだ、イズキ。ちゃんとナズユキに言ってやれ。ナズユキ、ちゃんと聞け。それいいよ、俺は子供のままで。なんか言うと思ったな、なんかこういうこと言うと思ったな、ナズユキのことやけん。まあんたはきっといつまでもそんな感じでしょうね。やめろよ、照れるだろ。なぜ照れる、なぜ照れるのだ。今のはけなされてるんだぞ。なぜ照れる、褒め言葉で言ったんじゃないわよ。というわけで放課後になった。というわけでって何というわけでではないぞお前。褒めてはないよ、褒めては。最多祭の説明会は自由参加なので、出展を考えていない生徒たちはバラバラと帰り始める。はい、行くわよ。しょうがねえな。歩き出す伊豆木たちに続いて廊下を歩いていると、あ、小鳥ちゃん一人ぼっちで校庭を歩く小鳥さんの姿を見つけた。なんかこのシーンもあの話を聞いてからというもの、なんか悲しげな感じです。どこかぼんやりした様子で、いつもと少しが様子が違う。足が動いていた。涼介、ごめん、ちょっと僕用事を思い出した。はぁ、あるから行くから先に行ってて。江月先生を追い越して僕は校庭に向かって走り出した。青春だ、青春だ、青春が爆発した。頭の中の青春が爆発したぞ。さあここで、今回はここら辺にしとこう、ここら辺にしとこう。時間が時間なんだ。いいとこで時間を切るというね、俺のちょっと鬼畜スタイルでいきますよ。いい時間でしょ、時間ちょうどいいんですよ。ここがもう区切りもいいからね。うん、これもう次回が気になるでしょ。もう追いかけたよ、涼介が小鳥さんのことを追いかけたよ。もうこれは次回生放送見に来るしかないでしょ。うん、いやらしいでしょ、俺いやらしいでしょ。というわけで今回はこの辺で、生放送お疲れ様でした。週明け、いやらしいとか言うな、いやらしいとか、いやらしいとか言うんじゃない。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。